それいけマネー編集長です。このコーナーでは、日経マネー最新号の見どころから、資産運用に役立つ方法を日経マネーの中野目純一編集長とお届けしていきます。よろ,ますよろしくお願いします。今日のテーマはこちらです。先回り株投資術中期経営計画宝の山です。今日発売の最新の日経マネー12月号では年末にかけての日本株の投資戦略を特集しています。まずは年末にかけての。 例年の動きから、傾向から見ていきましょうか。はい、えー、例年ですね、10月から12月にかけてですね、特に年末に向けてですね、えー、大きく上昇することが多くてですね、うん、まあ東美の一新というですね、相場革命もあるんですけれども、はい、今年に限って言うと、えー、足元でですね、中東情勢が悪化しているなどからですね、まあ、リスク要素が多くて、 なかなか例年通りにならないんじゃないかという見方が強ままっています、うん、日経平均、まあ、全体相場が下落局面であってもただ個別株では強い動きを見せるものがあるとといううこでですねそうですねねそ、えー、過去を見てもですね、まあ、日経平均株価が停滞している局面でもですね株価が1.5倍以上に値上がりした銘柄というのが、うん、まあこの え図を見ていただいてもです、ね、100名150名柄以上ありまして、はい、まあいわばです、ね、こういう局面の逆効打するでする、ね、個別株を見つけ出すことで、まあ、利益を狙うことができるということになります。 ではどうやってそういった銘柄を発掘していくのか日経マネーではこちらの4つの投資戦略を紹介しています。光る個別材料、IR 深読み術、イベントということなんですがこの中で特に重要なのが光る個別材料と IR 深読み術だということですね。はい やっぱり逆光高を演じているということになりますとその企業です、ね、特有のです、ね、光る個別材料があるということでそれがないとなかなかです、ね、上昇が続かなないいととうここになりますの人にあげている光る個別材料ってありますけどこれまずどういう意味かというのを伺いたいのとね、まあ、あと具体的にどういうような銘柄があるんでしょうはい、はい あの光る高圧材料ということになりますとまさにその企業の成長をです、ね、後強く後押ししているそういう、まあ、投資家から見てもやっぱり高材料とです、ね、見られるようなものということで、まあ、ここではです、ね、10年来高値にいる銘柄 従業員数、設備投資額の伸びが大きい銘柄ですとかあと、まああの、この局面で,です、ねえー、値上がりしやすいそういう修正を持っている銘柄というのに注目しているんですけれども特に10年内高値の銘柄ということになりますと、まあ、あの非常に高値圏で推移しているということもありますので、えええー、その裏付けとしてやっぱり光る個別材料があるといったところで,ですね例えば直近の例でいうと NTT ですね、まあ。このチャートを見ていただくと まあ22年になってですね大相場を形成しているんですけれどもえ今年に入っての材料ということで言うとまず株式分割ですね株式分割をしてですねえ購入単価が下がったということで広くですね個人投資家が買いやすくなったとあとはアイオン構想ですねえ次世代通信基盤のアイオンが注目されているということでまだまだですね成長の伸びしろがあるといったこう成長株としての見方もされているということになります。 そういったその個別材料がある銘柄を今日のテーマのように先回りしていくためにはどううししたらいいんでしょうかまあこれがです、ね、2番目のです、ね、IR 深読み術ということになるんですけれども、はい、まあ企業が個人投資家向けにです、ね、出している資料の中からです、ね、それを深読みしてです、ねまあ、光る個別材料をすするとということになりますイメージとしてはその決算短信だったりとか有価証券報告書ということなんでしょうか。はい どちらかというとです、ね、今、注目されているのは中期経営計画でして、うん、まあ中期経営計画というとかつてはです、ね、絵に描いた文字ということでいろいろ打ち出しはするけれども、まあ、なかなかです、ね、実現しないといったところでこあの投資家の間でもです、ね、あまりこう重視されない資料ということになっていたんですけれども、まあ、企業の,方のですの、ね、姿勢が変わってきまして、まあ、一つにはです、ね、物を言う株主に代表されるように、まあ 株主があの、えー、企業にです、ね、真剣にです、ねまあ、変革や成長に取り組むことように求めるといったところで、まあ、あの中期経営学も真剣に作るようになってきていると、うん、いうことがあります、はい、ではその中期経営計画を実際に活用している投資家の方に取材したということなんですが実際にどう利用しているのかお二人、例に挙げていただきました。まず1人目自分の 投資ストーリーの裏付けとして中期経営計画を活用しているということですね、これ、具体的にどういうことなんでしょうか。